高井健吾は、日本のプロレスラー。1998年3月1日、DDT プロレスリング、鶴見聖火市場大会における、タイタノムサクトバー佐々木隆史戦でデビュー。2001年4月、大阪プロレスに移籍。参戦後しばらくは、本名で活動していたが、2003年2月から、犬のギミックの覆面レスラー、ペロに変身。おて。 おまわりといった犬らしいムーブやキャラクターで子供たちの人気を博す。2005年2月、ビリーケン・キットとタッグを組み、大阪プロレスタッグ選手権に勝利し、第10代王者となる。4月の防衛戦では勝利したもののすでに対談が決まっていたこともあって試合後にベルトを返上した。4月をもって大阪プロレスを対談してフリーとなった。 10月に行われたびっくりプロレスやフルスである DDTA の出場のほかにプロレスリングガローガに参戦した。2006年2月12日、正式にプロレスリングガローが所属となった。12月の大会でソルジャーを下して、第9代レッスルブレインヘビー級王者となった。2007年3月25日、ドラゴンゲート初参戦。土体育館大会。 メモリアルゲート2007でマグニチュード岸和田と組み、金村金太郎神田博之組と対戦したが、金村の爆山スペシャル型エビ固めで敗戦。9月2日、ガロガキシエスを対談と同時に、レッスルブレインヘビー級王座も返上。デラ名古屋プロレスに入団。2008年6月、デラ名古屋プロレスが旗揚げされたが、2009年4月に、 団体代表の不祥事により活動休止となった。その後は、デラ名古屋プロレスの他のメンバーと共にプロレスリング、チームデラを設立して活動している。2010年10月、暗黒プロレス組織666のスポルティーバーリーナ大会で、アキレス腱断裂の大怪我を負ってしまい長期、欠場していたが、2011年2月20日のチームデラ、第5戦で復帰を果たした。 2013年、デビュー15周年記念東名阪ツアーを開催。2014年4月4日、プロレスリング和歌党運前に、初参戦。名古屋スポルティーバーリーナ大会で、対人レスラーのイケイバギーと対戦して、ラリアット片指固めで勝利した。2014年7月6日、左足首脱臼骨折を負った、高井のために高井エイドを開催。 DDT、プロレスリングフリーダムズ、プロレスリングヒート、アップ、ドラゴンエート、プロレスリングカ、劇、プロレス実験団、ガイズ、デップ、スポルティーバエンターテイメント、我が党うまい、先駆者の選手参戦の下で開催。欠場期間中は欠場プロレスに定期参戦していた。2015年9月6日、タイバフファロー戦で約1年3ヶ月ぶりの復帰を果たした。 2018年デビュー20周年記念東名阪ツアーを開催。現在のフィニッシャー、大一番ではランニング式で放つこともありがとうございます。